BTU アニメラボー、よっしゃい。バタモ山下です。小林博之です。バタモ海です。ズブレマチです。お願いしま す。今週はこちら、ひや祭りです。今日はひな祭りですよ。おい、あ、違う、待ってね、3月間でしたね。前回までね、あずちゃんがね、中華料理屋に居候して、うん、いっぱい働いてますよっていうところの話とか、多い話をいろいろやったりしてたんですけども、うんうん、今回はですね、冒頭でいきなりね、ひなちゃんが帰んなきゃダメだなっていきなり言い出しまして、ちゃんひな、帰んなきゃダメだな、首をねじ切られちゃうからなとか、こんなこと言ってまして、ちょっと意味わかんないなっていう始まり方でしたけど、でそれはともかく、そう、それからまた時間が巻き戻って、うん、現在、まあ、どこからのそこか、まあ、とりあえずね、あの偉い人が来ました。うん、あのひなちゃんが元未来的なところから、そう、未来的なところから、そのカプセルに乗ってやってきてたひなちゃんとかあずちゃんが、ね、なんですけど、その未来的なところからの、要は組織の偉い人が来まして、はあはあ、で、ひなちゃんを連れ戻しに来たか、もしくは査定しに来たかみたいな感じで、うん、ふわっと来て、あずちゃんはその組織の人が急に目の前に現れたから殺せ嫌いなんだね、やっぱり。いや、もうそれぐらい厳しい組織を匂わしてるんだよ。そう、ああ、ダメだ、私を殺してきたんだ、この人たちは。諦めた。ひなちゃんを抹殺っていう任務を失敗したアンズを殺し処分しに来たんだと思って、形式としてはもうプリキュアみたいなもんですよ。やってこいって言われて、チャンスだぞって言われて。だからさ、中華料理屋のおばちゃんたちにさ、おじちゃんおばちゃんにさ、密かに別れをつけてさ、おじちゃんおばちゃん楽しかったわ、よし殺せって言ったらいや、あんたはもう死んだ扱いになってるからつって、帰ってこないからひなに殺されたと思ったわって。ああ、なるほど。じゃあそうじゃなくて、今回はひなを査定しに来ましたつって、ひなの査定初級編っていうファイルを出して、で、これをなんかひながちゃんと人間生活に取り込めてるのかどうかことをチェックしに来たんだつって。でもちゃんと取り込めてなかったら、もうとっくの昔にあの東京の街は火の海になってるはずだからつって、うん、そうだよね、うん、ひなちゃんはあのまともになんか生活ができるはずがないって、暴走して絶対にあの世界を滅ぼしてるんだつって。でも世界がなんとかなってるってことは、ひなちゃんはまたなんか手綱取られてるのか死んだのか、うん、なんかなってんじゃないかって、だからその耳に取らなきゃいけないんだって、初級編チェックポイント、うん、チェックリストがあって、ちゃんと人と話ができる動物を慈しめる赤信号を渡らない道徳の授業みたいな、なんでそういう感じでね、そう、人として最低限のところのチェックリスト項目がバーッとあって、でも監督の人はそこら辺、まあ言ったところだな、ひながこんなことできるわけねえんだよなっつって、おひなが来たぞっつって、赤信号は絶対に無視に違いないっつって、赤信号でひなちゃんが止まったから、マジかっつって、ひなが赤信号で止まったっつって、で、あずちゃんがなんか新田っていう男がいて、そいつの家に世話になってんだっつったら、新田はどんなすげえやつなんだっつって、ひなにこの東京を滅ぼさせてないなんてどんなにすげえやつなんだっつって、ひなちゃんその時骨折してまして、なんで骨折してんだっつったら、なんか新田がうっかりやっちまってってさ、ひなを骨折させたのに新田はどんなやべえやつなんだっつって、なんか新田の評価がダダ上がりになっていくわけですね。やべえやつのとこいるんだ今で。それでずっとひなを追いかけてたら、結局なんか普通になんか通行人と会話してるし、ね、あのその偉い人がペットショップで飼ってきた犬をそのままその辺に投棄して置いといて様子を見るってことをやるわけですけど、そしたらひなちゃんはあのなんとあのコンビニでパクってきた傘をあの犬に刺してあげるっていう、動物を慈しむことができる、ね、うん、その代わりあのバーテンの傘なくなって困るわけなんですけども、ね、人の傘なんで、でっていうなんかことになって、あれひなちゃん意外といけてんじゃねって、これだったらもしかして上級編もいけんじゃないかなって、上級編のチェックリストバンといきまして、あるんだ、でまあ何やかんやったら上級編もいけてるわけですよ、うんうん、いやーすげえなー、ひないけてんなって思って、うん、その監督の人がその駐在しているその一時期にいる、うんうんうん、アパートで見てたら、うんうん、下の方にちっこく、もしこのチェックリスト項目を 90% 以上達成した場合は、達成していた場合はひなを連れて帰るようにちっちゃく書いてあって、あマジかーっつって、これほどもっと多分出られたっつって、でっかく書いとけよってなるわけですね、うんうん、で、なんやかんやでもひなちゃんはもう全部結構もうなんかちゃんとしてるから、うんうん、チェック項目埋めちゃってるわけですよ。なるほどね、うん、成長しやすい、そうちゃんと。で、まあその間にあのひなちゃんが、ま、なんか超能力を使ってゴミ捨てをしてるところを 見かけてしまった友人が超能力を学びたいって言ってくれてるみたいな話があるわけなんですけど弟子にしてくださいが、ね、弟子にしてくださいって話があって、でひなちゃんがしょうがねえなっつって、その子が使ったと見せかけて超能力を使って石とか浮かべてあげるんだけど最終的にその子がみんなの前で私超能力できるんですって自爆して、あできなかったっつって3日間寝込んだって話が嘘みたいな話があるんですけど、その話はどうでもいい、ね、どうでもいい話が一回挟まりまして、最終的にひなちゃんのところにその偉い人が来まして、うん、
ひなちゃんを連れて帰んなきゃいけないんだって、うん、だからひなちゃんが若い物分かりもよくしょうがねえなっつって首をねじ切られるのは嫌だからなっつってそんな組織らしいね、どんな組織だ。そうそうそう、ひなちゃんもだいぶ強いんだろうけどね、ね、うん、その監視員みたいな人もビールまくってるからひなちゃんにできるだけ会いたくねえと思った最初は。だから全部そうチェックだけ嘘ついて帰ったらって言ってんだけど、こんなん絶対いいに決まってんじゃないか、全部できないに決まってるじゃないか、全部丸がついちゃったからやっべってなっちゃって、でもひやちゃんがなんか暴走したからこっちに言葉出てきてるね本当は、うん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 、だから絶対にひまちゃんやべえやつだから誰も触りたくないんですよ本当は、うんうんうん、だけど意外とまともになってる連れて帰ろうってなるわけね、まあさすがに、うんうん、でそんでペットショップで買ってきて登記した犬を預かってるからそれを犬を何とかしなきゃいけないからそれに3日くらいかかるから3日後に帰ることにするかなって言われるんですね、うんうんうん、でひなちゃんすぐ悩むわけですよ、やべえなーって簡単に別れ告げなきゃいけねえなーっつって、うん、別れたくねえよでも首ねじ切られるのも嫌だよっつって、うんうんうん、ひなちゃんは空中でぐるぐる回転しながら悩んでるわけですよ悩むとそういう姿勢になるんで、新田はその空中でぐるぐる回転してるひなちゃんを見てどうしたんだっておかしいのかなっつってまあおかしいよね病院検査に連れてたりするわけなんですけども、うん、健康そのものですみたいなっちゃって、でひなちゃんも新田に若い手紙書かなきゃいけねえなっつってすげえなんか色いっぱいね感動ぐしゃぐしゃにした、ね、なんか紙をねもうなんか投げ散らかして、うん、書けねえなっつって何に伝えたらいいんだろうってすごい悩むわけですよ、うん、で T シャツではずっと訴えてる。T シャツそうね。T シャツってバイバイ。そうそうそう。ひなちゃん大体文字って書いてる T シャツを着てるからね。そこで感じるラッキーマンみたいな感じ。さよなら。そう、それ察すればいいけど。ラッキーマンの背中みたいなことだけで。で、もうひなちゃんくる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 してるから新田が何なんだよ言えよっつって、うん、最後の最後ね言ったらひなちゃんが変えなきゃいけないんだっつって。うん、いつ変えないと。もう今日なんべ、今日なんだっつってなるわけですよ、うん、で、新田がそうかっつってそのまま奥に引っ込んでいくからひなちゃんが意外とあっさりしてんなと思ったら新田がついてこいよっつって、うん、もう時間ねえからこんなもんしかねえけどっつっていくら丼食わせてくれるわけよ、あいいもんいっぱい食えよっつって、最後でいいもん、最後でいいもん、感動だよもんね、2日目は飲んでるからあれだなんか誘導食とか食えって言われたんだけどっつったら言うか言うけど別にいいよっつって最後にうまいもん食えよっつって、ね、おはようとイカルどっちがいいって、じゃあいくら食おうかなって、うん、絶対胃に悪いけどいくら丼うめえなっつって食うわけですね、うん、でいくら丼も食って、うん、で新田にいいとこまで送ってもらってもうここでいいわっつって別れるわけね、うん、で新田車走らせてひなちゃんはその、親分と親分の扱う上司との、うんうん、まあ、でなんか落ち合える場所まで行くわけですよ、うん、でじゃあ帰るっつって、うん、まあ、カプセル出しなってあのかも最初に来た時にひなちゃん入ったカプセルがあるね、うんうん、顔だけ出てるやつ、そう顔だけ出るやつで、それ、まあ、アンズちゃんの時もそうだったんだけど、赤いボールみたいになってて、でそれを新田が選択してしまったから、アンズちゃん帰らなくなったわけなんですけども、で、ひなちゃんにそれ出しなって言ったら、ひなちゃんが、ねえなーっつって、あれなんかどっか行っちまったなーっつって、で、1話の回想が入るんですけど、うん、新田がその赤いボールにケツまずいて、ゴミ箱に捨ててるんだよ。ぶっちぎれてるんだよ、ゴミ箱。なんだこれっつって。燃えるゴミか燃えないゴミか、どっちのはっきりしろよって、もうぶち切れてる。わかんねえから。だから、ねえわっつったら、いやさすがにさって能力者でもあのカプセルねえと全然帰れないんだわっつって保護してたんだから、うん、そうそうそう安全に帰るためにあのカプセル必要らしいんですよやっぱり、うんうんうん、だから無理だなっつってでひなちゃんはもうモニターのマンションに帰ってくるのね、うん、であっつって帰ってこれんだっつっていやこれは新田も喜ぶかなっつってすげえウキウキしながら帰ってきてで新田の部屋に着いて、うん、ドアパンと開けるわけですよ、うん、で新田っつって来たら新田が、なんかとんがり帽子とクラッカー持ってパンって鳴らしてるのね、うん、で、ようやく一人生活再開おめでとうパーティーって祝祝ハッピーバースデーって書いてあるなんだよっつってで、パーッとどこにひなが帰ってくるからあってなってひながこれやねえわっつってやれやれっつってひながいい表情してくれたよ、うん、久々にっていうね、面白いなんか振りがよく聞いてる逆アニメでした今日はよくある感動会だったよね。うん、ひなちゃんサイドの感動会ってさあんまりなかったね、今まで。あずちゃんは感動会しかないんだけど、基本的に、うんうんうん、だからひなちゃんサイドの感動会かと思ったらやっぱ最後クソみたいなお寿司ができたから、ドラえもんで考えたらもう最悪でしょ、うん、そうだ、逆ドラえもんじゃないんだっつってもうやったドラえもん帰ったぜって帰ってくんだから珍しい、ね、逆ドラえもんか。まあでもひなちゃんとみんなの関係性ちょうどいいからね、そこの辺はね。まあそういうわけでね、今後もあのまだ続くひなちゃんの生活はまだ続くよ、うん、まあ3回とでそもそもせんいちゃんまだ生活は続くよって書いてあったから、あそうなんだ、うん、
そんな感じサプライズだったんで分かってたんですけど、元々なんだ、うん、いい話でした。いい話ですね、はい、以上です。チャンネル登録とかコメントとかよろしくお願いします。あと他の注目アニメの動画も見てね。